月29日に宮迫博之は YouTuber デビューをしてから1週間が経ち、賛否いろいろな声が上がっている中、ついに明石家さんま64が8日に放送された MBS ラジオヤングタウン土曜日で宮迫博之について話した。さんまはラジオ内で宮迫の YouTube について聞かれるけど、 YouTube やるのは知ってたし、周りが反対してるのも伝えたと話した。さんまは宮迫が決めたことをやっていけばいいと考えたという。あいつも生活があるし、収入がゼロ、家族を養わないとあかんし、ローンも、そういうの早いっていう人は仕事をあげてくれと呼びかけた。また溺れている人には手を差し伸べるやろ、去っていく方が後悔する、人と人はそういうもんと説明した。これを受けネットでは様々な声が上がっている。自分は引退してもいいとか言ってませんでしたかね、なんやかんやで本人の努力次第、ローンは残っているけど収入がゼロだからっていうのを盾にされても、といったようにまだまだ厳しい声がたくさんある。皆さんは今回の報道はどのように感じました？皆さんの意見や感想をコメント欄に記載してみんなで盛り上がりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。